この前開封したマスターグレード、フリーダムガンダムバージョン 2.0 の、スペシャルコーティングバージョンですね。実はですね、こんな感じで、上半身のパーツだけですけれども、ちょっとね、もう組み立ててみました。なので今回はですね、こちらをちょっとね、サクッとね、合体させて、上半身を完成させてみたいと思います。それでこれらのパーツはもうすでにコーティング済みなので、結構ね素組みに近い状態で、組み立てたんですが、ですね、墨入れだけ行いました。で、墨入れの色は全て黒で、行いました。で、この白いパーツですね、白いパーツはちょっとねこうシルバーの色が浮いて、パーツのね形状はすごく分かりやすくなってるので、白いパーツはもう全く墨入れをせずにもう切り出して組み付けただけですね。で、この青いパーツとか紺色のパーツ、グレーのパーツはちょっとねパールがかったパーツではあったんですけれども、墨入れした方がですねこうかっこよさそうだったので、全て黒で墨入れをやりました。このね首周りの部分も墨入れをしたので結構パーツの形状が分かりやすくなったんじゃないかなと思います。そしてこちらの顔の部分は墨入れに加えて塗装も行ってます。で、まず目の部分は、ゴールドで塗装して周りを艶消しブラックで塗ってる状態ですね。で、この角の部分もこちらもねゴールドで塗装してますね。で、通常版の方は、チタンゴールドで塗装しましたけれども、こちらのね、スペシャルコーティングバージョンの方は普通のねゴールドの缶スプレーで塗装してます。で、あとメインカメラの方もこれはね蛍光ブルーで塗装しましたね。後ろ側も同じように蛍光ブルーで塗装してます。で、こちら顔の部分の塗装に関してはこのね角の部分が色はちょっと違いますけれども、まあやり方は、まあ、ほぼ通常版の方のやり方と同じやり方で塗装しましたので、まあ、塗装のやり方については通常版の方のこの頭部の制作の動画を見ていただけると、まあ分かりやすいかなと思います。それではこちらですね、全て合体させていきたいと思います。まずは腕からですね、腕を合体させて、で、この細かい組み立て方法もですね、通常版の方の動画で紹介してますので、そちらとねパーツ自体は全く同じですので、そちらをねちょっと参考にしていただければなと思います。で、今回パーツ自体は今制作動画を上げている通常版と全く同じものになりますので、こう組み立てる手順とか組み立ての様子も通常版の方の動画で見ていただければなと思います。よし、これで、上半身完成しました。で、フリーダムはですねやっぱりちょっとこうエッジが効いたデザインでかっこいい機体なので、このね光沢がある塗装とね非常に相性がいい、機体なんじゃないかなと思います。なかなかねこの感じかっこいいんですよね。ただねやっぱちょっとサブチャンネルの方でもお話ししたんですけれども、この辺のねこの辺のゲート跡とか、あとねこの角の部分の、この辺ですね、この辺のこうゲート跡がねやっぱりどうしてもこのコーティングバージョンは残ってしまうので、そこがね非常に残念ですね。ただね、まあ、普通に組んだだけでもですね、まあ、墨入れはやってますけれども、まあ普通にね組んだだけでも非常にかっこいいので、これはこれでね、ありとは思います。まあ、開封動画の時はですねいろいろと言いましたけれども、まあまあ組んでみるとね、まあガンプラとしてのですねクオリティは確かにしっかりあるので、やっぱりね、楽しいんですよね作ってて。こんな感じです。そしてこの前の動画でですね紹介したこの通常版ですね、こちら艶消し仕様ですけれども、並べるとこんな感じですね。まあ、塗装はねほとんどやってない状態なので色とかも、まあ、一緒なんですけれども、やっぱりねこちらの光沢がある方とこう、ね、艶消しの方と並べてみるとなんとなくねちょっと違う感じになりますね。まあ、デザインも色も一緒なので、そんなにね違いはないんですけれども、まあ、で僕はね、基本的にはガンプラこう艶消しの方がね好きな、感じではあるんですけれども、こういうねちょっとエッジが効いたねこうフリーダムの雰囲気はこのね光沢もね非常にこう光沢というかパールがね入ったりというデザインも非常に好きですね。
でこのね目の部分の塗装に関しては、こちらねスペシャルコーティングバージョンの方がやっぱ後に塗っただけあってこうね細かい塗装に慣れてるというか一回やった塗装なのでちょっとね上手に塗れたんですよね。こっちはね若干ちょっとねちょっとライトの加減で影になってるんですけどもちょっとね塗りが僕的にはちょっとね甘かったかなと思うんですけども こちら側はですね目の部分ね非常になんかねうまくいったんですよね。まあ、細かい部分なんで、まあ、動画ではねなかなかお伝えしにくいところではあるんですけれども、まあ、こんな感じにね、まあ、色は同じ色ですけれどもこういう風に塗ってますね。で頭部のアンテナに関してはこちらはチタンゴールドこちらは普通のゴールドですね。でこちらねこのスペシャルコーティングバージョンの方はやっぱり光沢があるので少し光沢がこう強いというかこう金色っぽいゴールドですね。そしてこちらのですね、まあ、通常版の方は、まあ、艶消しにしてますので若干ね全体的に白っぽく仕上がるのでこのゴールドの部分もちょっと白っぽいチタンゴールドで塗装してますね。まあ、こんな感じに、まあ、こちらのねスペシャルコーティングバージョンそして、まあ、通常版もそうですけれども、上半身まで完成しましたのでまたこれから下半身の方もですね、どんどん作っていきたいなと思います。角の部分はねどうだろうな、こうやってね光を反射させてねこうやって見るとちょっとね違いがわかる感じにはなるかな。